はいどうもレイトです。さあ本日は岐阜県大垣市に来ております。今日行く場所はこちらアクアウォークです。このアクアウォークね、結構個人的に行きたいなーと思うね、和食の店がたくさんあって、その中の一つ今日は行こうかなと思います。それでは向かいましょう。レッツゴー。はい、行く店はね、こちら一汁五穀です。ここのお店は美味しさはご飯からということで、もうめちゃくちゃご飯にこだわりを持ってて、ご飯の産地から炊き方までこだわっているご飯屋さんです。今日ねめちゃくちゃ美味しいご飯食べたかったので今日来たんですけども、この一汁五穀ね、チェーン店全国に展開してるんですけど、岐阜県内はここ大垣と本巣しかないんですよ。なんでね大垣の方に今日は来ました。では早速入ります。はい、店内に入りました。見てください。稲がねずらーっと並んでるんですよ。ご飯にこだわってるお店ということでね、稲が並んでおります。いいですね。はい、ということで早速ねメニューを開いていきたいんですけども、見てこのメニューの始め、こだわりの釜で炊き上げたこだわりのお米、それが五穀の自慢ということで、本当にねお米にこだわってるということがねここから伝わります。豚汁とねご飯セット、僕ね豚汁もめちゃくちゃ好きなんで、もう豚汁とご飯だけで正直十分なんですよ。でもせっかくなんでね他にもおかずつけたいなということでね、ちょっと中も開くんですけども、これ五穀定食、これ魚とかサバだね、サバとかね、黒酢あんかけとかねついてくるので、僕これにしました。1380円です。この五穀定食はね結構いろんなものがついたりするんですが、鶏肉だったりとかね、これはね牛タンだ、牛タンもあったりするんだ。でも他にもねこちら麹漬け焼き定食、魚をね麹漬けした、いろんな定食もあったりとか、お刺身定食、そしてあんかけ定食もあります。いいですね。お肉の定食もある。がっつりねお肉食べたい方、牛タン定食もありますし、揚げ物食いたい方はデミとんかつとかチキン南蛮がありますしね、カキフライもある。いいね。おすごい、天丼もありますね。天丼、マグロ丼もあるし、こっちには何、牛タン豆腐鍋定食、煮込み牛タンシチューハンバーグ定食、も何でもあるね。すごい、何でもある。そばもある、お子様ランチもある何でもあります。いやーちょっと楽しみですね。僕は五穀定食の田舎定食を頼みました。ご飯もね大盛りにしちゃいました。楽しみ。さあ来ました。全部うまそう。はい、ということで僕ねプラス200円で普通の味噌汁を豚汁に変更できるので豚汁に変更しました。やっぱ豚汁大好きなんでね変えちゃいました。で早速食べようかな。豚汁からいただきます。おスープ、甘いだし、白味噌なのかなこれ。ちょっと具もいただきます。美味しいですね。なんかあんまり僕今まで食べたことない豚汁。じゃあ早速ご飯をね、こだわりのお米です。これ釜で炊いてるご飯で新潟産のコシヒカリを使っております。もちもち、うまっ。これは美味しい。漬物もねつまんでいきます。こちらね牛タンとごぼうのしぐれ煮です。いや嬉しいな、小鉢にこんなんがついてくるのは。いただきます。美味しい。ちゃんと中まで出汁が通ってるわ。じゃあ次はこれ焼きサバだね。すっごい焼き加減が最高だわ。じゃあちょっと醤油をねおろしにかけて。いやーすごい、この醤油もね五穀醤油だ。本当にね五穀にこだわってます。よし、少し切っていただきます。最高の焼き加減。口に入れた瞬間魚のね汁がブワーって出てきてね、その汁も美味しい。いいね。じゃあ最後はこれ皆さんもちょっと気になってるであろう、クローズのあんかけです。メインは何だろう、これ鶏肉だね。うん、揚げた鶏肉が入ってます。じゃあまず鶏肉からね、少しいただきます。クローズをかけた、うまっ、めちゃくちゃうまい。黒酢ももちろんなんですけど、この揚げた鶏肉もめちゃくちゃジューシー。すごいこの黒酢との相性がいいですね。なんか全体的にこの豚汁もそうなんですけど、この黒酢の味もそうなんですけど、甘いですね。うん、甘めです。じゃあ次、この黒酢の野菜と一緒にいただきます。うまっ、僕のね、口の中が喜んでる。うん、本当に美味しいね。今ね、ちょっとずつおかずをつまんでったんですけども、全部ね、ご飯に合いますわ。ちょっと調べたら、こうご飯に合うおかずを選んでるって書いてあったんですけども、まさにそうです。全部このご飯に合う、最高です。はい、ごちそうさまでした。全部食べたので、最後のデザートのわらび餅をいただきます。わらび餅、これなんだろうね、きな粉と黒砂糖みたいのがかかってるのかな。柔らかいね。いただきます。うん、甘い、程よい甘味で美味しいですね。甘すぎずっていう感じで、なんか体に優しいですね。わらび餅ってデザートの中でも比較的健康的なのかなと思うのでね、気を使ってる方はわらび餅いいですね。うん、うまい。あー、いやー、うまいですね。食後のね、あったかいお茶がね、合いますね。はい、ということで、この店ね、本当にやっぱご飯にこだわってるなと思いました。この五穀ご飯、すごいもちもちでね、美味しかったので、ぜひ皆さんも堪能してみてください。ちなみにこのお店は全国に展開しているチェーン店なので、この動画見てる岐阜県外の方も、自分の住んでいる地域で食べれるかもしれません。ぜひ堪能してみてください。僕のチャンネルはこのように主に岐阜のスポットや岐阜のグルメを紹介しております。不定期更新をしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様、また次の動画でお会いしましょう。またねー。